自動車、オートバイオートバイの種類スーパーモタード、ターマックセクションでのドリフト走行スーパーモタードは、オートバイのレースの一つである。スーパーモトや、単純に、モタードとも呼ばれる。近年では、このレースに基づいた様式の車両そのものや、その車体種別を指す場合もある。スリックタイヤで、ダート走行をするモタードマシンモタードマシンの、コーナーリングコースは、 原則的に舗装されたアスファルト路面8割と未舗装路面2割を基準に折り混ぜたコースを使用するが一部ではターマックだけのコースやダートの比率を上げたコースもある。レース車両はモトクロッサーをベースにして14インチから19インチのホイールにオンロード用タイヤやモタード競技専用タイヤを装着し前後のサスペンションやフロントブレーキなどを強化したオートバイを使用する。 競技車両は当初は市販のモトクロッサーを改造して行われていたが近年では欧州のメーカーを中心にモタード専用設計の車両を販売している。ライダーの装備はモトクロス用ヘルメットとゴーグルとブーツにオンロード用のレーシングスーツを着用するのが一般的である。レースではターマックセクションのハイスピードなコーナリングや ダートセクションの激しいスライド走行やジャンプが見られる。スーパー元は、レースプロモーターのギャビン・トリプが、ロードレースとダートトラックレース、モトクロスの特徴を一つのサーキットに取り入れて、1979年に始まった。今日の多くのコースは70%のアスファルトと30%のダートで構成されるのに対し、当初のコースはおおむね半分ずつであった。 スーパーモトレースは5年にわたって毎年開かれ、スーパーバイカーズという名称で、ABC の番組、ワイドワールド・オブ・スポーツで放送された。しかし、1985年には、北米でのスーパーモトは衰退した。一方、ヨーロッパではフランスを中心に広がりを見せ、スーパーモタードと呼ばれるようになった。北米で衰退してから18年後の2003年になって、北米でも、 スーパーモトが復興し、アマやスーパーモトカナダとして行われるようになった。ヨーロッパに伝播したスーパーモタードは、フランスのシャルル・ド・ゴール空港近くのキャロルサーキットで行われていた。ギドンドールというこのイベントでは、ケニー・ロバーツやフレディ・スペンサー、エディ・ローソン、ジェフ・ワードの他にも、ランディ・マモラやワイン・ガードナー、ウェイン・レーニーといったロードレーサーと、 アマモトクロスとモトクロス世界選手権チャンピオンのジャンミシェル・バイルやパリダカで6回の総合優勝を獲得したステファン・ペテランセルなど、モトクロスやエンデューロ出身のライダーたちによって競われた。ヨーロッパでは元となる車両がほぼモトクロスサーだけとなり、タイヤも前後19インチのダートトラック用タイヤではなく、前後17インチ程度の小型ホイールにオンロード用。 タイヤあるいはモタード専用タイヤを履かせたものが主流となり、以降これがスーパーモタードの標準となった。こうしてヨーロッパで熟成されたスーパーモタードはフランス選手権からヨーロッパ選手権へと拡大し、日本でも知られるようになった。2002年からは世界選手権が開催され、アメリカでは X ゲームズの種目としても採用された。日本では 東芝スポーツボックスで ABC のワイドワールドオブスポーツの様子が紹介されたほか雑誌などでも紹介され1980年代頃には前後ホイールや足回りをスーパーバイカーズ風に改造した車両が極小数ながら存在しておりそれらによるレースも小規模ながら企画開催されていたただし当時の日本ではダート部分を含んだコースを準備するのが難しく 舗装路に特化したコースでの開催が主となったこともあってターミネーターと呼ばれたりもしていた。このために使用される車両もモトクロッサーなどを元にしながらもオンロード用バイクのサスペンションを組み込んだりとターマックに特化したコースに合わせたものとなりアメリカやヨーロッパとは少し違った趣きを呈していた。日本で最初の本格的なスーパーモタードのレースイベントと言えるものは 1993年8月に鈴鹿サーキットで行われた鈴鹿スーパーバイカーズである。このレースは鈴鹿サーキット南コースとダートコースを組み合わせた特設サーキットで行われたトップライダーをはじめ様々なカテゴリーのライダーが参戦し、レースではモトクロスライダーの東福寺康夫が優勝した。エントリーしたバイクはモトクロッサーだけでなく、 市販のレーサーレプリカやダートトラック用のマシンなど、ノウハウがなかったがゆえに雑多で、バラエティに富んだものであった。また、バイクレースのオフシーズンである冬から春にかけて、開催されたレースでは、ロードレースからは、安倍則文、塚本翔一、曹和隆弘、モトクロスからは、芹沢太島木や宮内孝行といった、トップライダーが、次シーズンに向けてのトレーニングを兼ねて参加し、 さらに当時は、すでに第一線からは退いていた、平忠彦や、前述の東福寺など、かつて全日本選手権で活躍したライダーも、エントリーしていた。鈴鹿スーパーバイカーズは1994年からシリーズ化され、ダート区間こそなくなったものの、鈴鹿ワンデーヒーローズのカテゴリーの一つとして、現在も南コースで開催されている。鈴鹿での成功を受けて、富士スピードウェイや、 つくばサーキットでも同様のレースが開催された。2001年の12月にオーバーオールというレースが静岡県森町デートナスライドパークで行われた。2003年の4月には日本のスーパーモタード選手権モート1が森町デートナスライドパークで最初に行われ各地でモート1が行われるようになった。2005年からは MFJ 公認レースとして 全日本選手権のモート1オールスターズが開催されている。こうして日本国内でのレースが充実するにつれ、近年ではアメリカやフランスなどの海外へ進出する日本人ライダーが増えている。スーパーモタードがレースの1ジャンルとして確立されて広く認知されると、モトクロッサーやデュアルパーパスモデルなどをスーパーモタード用車両に似せた外観とする改造が 個人や店舗レベルで行われるようになり、車両メーカーもスーパーモタード風の行動走行用モデルを市販し始めた。いち早くスーパーモタード風のモデルをラインナップに加えたのは KTM やハスクバーナといった欧州のオフロード車を古くから製造販売するメーカーであった。スーパーモタード風の行動用市販モデルの特徴はデュアルパーパスモデルに近く、 他のオンロード向けスポーツモデルよりも細身で軽量の車体に起伏が小さいシートと幅が広くて高めのステアリングが備わる。搭載されるエンジンは短気筒、内視に気筒で出力特性は比較的低い回転域から高いトルクを発生する。サスペンションは舗装路での走行安定性を重視した特性とされ17インチのタイヤを備えるモデルが多い。こうした 車体特性から市街地での利用をはじめとして、公道で扱いやすく、手軽にスポーツ走行が楽しめる車種として認知されている。欧州の一部の国では、スーパーモタードがオフロード系車種が元であることから、デュアルパーパスの一部として認識され、スーパースポーツなどの高性能オンロード系車種よりも、損害賠償保険の料金設定が安くなる。 日本ではジムカーナにスーパーモタード風の車種が多く使われるようになった。以前よりジムカーナではオフロードバイクの車体特性は有利であると認知されていたがジムカーナ用として満足な性能を持つタイヤがなかったため少数派であった。ところが各社から D トラッカーや XR モタード、DRZ400SM などが発売されるとジムカーナにおける モタード社の割合は激増して、好成績を収め、この出来事はメディアでも紹介された。ありがとうございます。